皆さんこんにちは。今回はこちらのトナピッチエメラルドを使ったアステリズムという新作のリングをご紹介しながら、このリングがどのようなプロセスを経てデザインされて完成したのかということも一緒にお話ししていきたいと思います。この本はですね、ビラサント・ソスピールと書いてあるんですけれども、これは私が好きな画家、詩人である、フランス人のジャン・コクトーが、パトロン、友人でありパトロンである、人の邸宅を、全て丸ごとアートしたという家がですね、どこだっけ、プロヴァンスにありまして、コート・ダジュールにありまして、で、そこに行った時に買ってきたカタログなんですけれども、これを、中をペラペラとお見せしながらお話ししていこうかなと思います。すでにこれを見て気づいた方がいらっしゃるかと思うんですけど、このジャン・コクトーのサインの中には必ずこのマークが入っています。で、彼のサインだけでなく、作品の中にも入るんですけれども、それが5つ星ではなくて、6畳のデビッドスターでもなくて、この米印みたいな感じで書いてあるんですね。で、それが私の好きな、ジャン・コクトーが好きな理由の一つでもあるんですけれども、なんで彼の絵が好きかというと、これは後から自分で考えたことなんですけど、彼の晩年の絵はなんていうか、ちょっと落書きっぽいというか、かなりそぎ落とされているというか、線画で子どもの落書きのようにかなりフラットな感じで描いています。で、こう例えば三点透視図法だとか印象派の絵みたいな感じなのは全くなくって、一本の線で描かれているような感じですね。こういうところに6畳の模様がいっぱい入っています。で、このカタログは何かっていうとですね、その個人邸宅を全部アートしているので、今この辺に出ているのは全部壁画です。で、この家の素晴らしいところは、額に入った絵が飾られているわけではなく、美術館でもなく、人が実際住んでいるところにの壁とか天井とか、これとかですね、を全部絵を描いています。そして例えばこういった、お皿とか、あるいはタペストリーとか、こういったシェードランプとかですね、ランプシェードか、そういったところにまで全てアートを施しています。これが、その邸宅のオーナーですね、パトロンの方ですね。で、こういった家を作るのが、一生かけて作るのが私の夢でもあるんですけれども、これは、タペストリーですね、壁画じゃなくて。で、もともとジャン・コクトーはテレビで見たか、東京での美術展を見たかで、ちょっと好きになって、それからずっとここに行きたいなと思っていて、ヨーロッパを旅行した時に行ってきたんですけれども、そこで見たインスピレーションを何らかの形で、ジュエリーにしたいなという思いがずっと前からありまして、で、それが最終的に形になったのがこのアステリズムというリングです。で、これ北斗七星、リングは北斗七星のモチーフなので、一見つながりがないように思えると思うんですけど、こことかですね、とかね、ないように思えるんですけど、そもそも元々北斗七星のモチーフを作りたかったわけではなくって、彼の作品の中の一つが、インスピレーションになっています。どこだったかな。で、それはどれかと、これですね、これなんですけれども、小さな点をこう線でつないでいるようなアートです。で、これは例えば草間彌生さんとかですね、他のアーティストの方もこういった技法は使っていて、私が好きなんですけれども、これを見た時に、これをが全部私にはトラピチエメラルドに見えたわけなんですね。よく見ると6畳の線がこうクロスしていて、ここが黒いところがこのトラピチエメラルドの炭素質に見えると。で、私はここを全部トラピチエメラルドに埋めたいと最初思ったんですけれども、それをジュエリーにすると全然コストが見合わない、お客さんも買えない価格になってしまうし、それから、見た目にもね、使いやすさは全くなくなってしまうので、これが一番最初のイメージソースで、
これをどん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 と削ぎ落としていったらこうなったと。でなのでそのこれを見てあちょっと星座っぽいかな、で星座であれば12星座だと自分の星座でないとなかなか買いたくないと思ったので、それで北斗七星にしました。でそれを北斗七星にしたところでちょっと名前を考えようかなと思って調べたらアステリズムという言葉が出てきて、おスター効果と同じじゃないっていうことでこういうタイトルになったんですけれども、なのでこういったこうプロセスでデザインが仕上がることもあって、なのでそう考えるとここに行ったのはおそらく5年以上も前なので、このリングが仕上がるまでに5年以上の月日が流れています。で、まあ、何かデザインを起こすときに直接的にあまりこうデザインソースをそれのために探すということがなくて、私の場合はどちらかというと、まあ、こういうアートとか建築とか今までの経験見たものとかですね、そういったことがこう自分の中に全て蓄積されてあるとき、こう目の前に出てきた石とマッチして作品になる、そういう感じです。こういったプロセスを経てこちらの作品が最終的に仕上がったものです。そのリングのデザインの元になったものとかから、デザイナーの思いとか背景にあるものっていうのが見えてくると、またその作品自体がより奥行きがあって魅力あるものに感じられるのではないかなと思います。こちらのリングは地金とそれからサイズをお選びいただけるセミオーダーになっておりますので、よろしければウェブサイトの方で探してみてください。